5月に北中米ワールドカップのアジア最終予選がスタート。日本は5日にホームで中国に7対0で対勝すると、現地10日に敵地でバーレーンを5対0で撃破。連勝スタートを切った。この2試合に挑んだ森安ジャパンのメンバーには、5大会連続で W 杯出場を目指す長友佑都も名を連ねたが、いずれの試合でも出番はなかった。それでも存在感は絶大だった。 日本サッカー協会の公式 YouTube チャンネル j a f ァ t v で森安ジャパンに密着したチームカムの最新回を公開。バーレーン戦の舞台裏に迫った動画には試合前にロッカールームでエンジンを組む際大きな声で劇を飛ばす長友の姿も収められている。自信を持っていけ、自信を持って気持ちだぞ気持ちで負けるなよ。その後も十八歳の大ベテランは ロッカーアウトする選手たちに熱い言葉をかけ、背中をバンと叩いて気合を注入する。中国戦も、バーレーン戦も長友はメンバー外だったが、ピッチに立つ選手たちと同じようなテンションで戦い、チームの勝利に貢献した。